トモエってここでバイトしてるんだっけ？まあな、音楽やるにはいろいろとお金がかかるし、なるべくシフトを入れるようにしてるんだ。あ、わかる。バンドの他にも気づいたらあれこれ欲しいものが出てきたり。わかるな。まあお互い頑張ろうぜ。白金さん、宇田川さんと仲がいいですよね。アコちゃんですか？はい。宇田川さんのあのキャラ、何か元になったものがあるの？多分ネットゲームとかからだと思います。ネットゲーム？あまり詳しくないわ。面白いですよ。すごくみんなの力になれますし。みんなの力に、そう聞くと面白そうですね。うちのバンドのメンバーって本当にキャラが濃いよね。絶対私はあんな風にはできないな。まあ真似する気もないんだけど。この前ね、うんと来るスポーツがあったの。おお、何ですか？なんかバブルサッカーっていうやつ。でっかいボールみたいのに入ってサッカーするの。なんだかイメージが湧きません。百聞は一見にしかず。今度みんなでやりに行ってみようよ。モカって帰宅部だったっけ？そうですよ。帰宅部って部ってつける意味あんのかな？さあ、部活なしっていうよりはいいんじゃないですか。ダンス部とか興味ない？そんな露骨に嫌そうな顔しなくてもいいじゃん。ゆきなさんは勉強得意ですか？私は勉強に興味ないわ。苦手なんですか？興味がないだけよ。あっこもあんまり得意じゃないんですよ。お揃いですね。だから興味がないだけだって言ってるのに。あ、匂い付きの消しゴムが売ってる。懐かしい。チョココロネの形のもあるよ。かすみちゃんは何の匂いが好き？アリサの家の匂い。さすがに売ってないと思うけど、でもちょっとわかるかも。私もサーヤちゃんのお家の匂い大好き。カオルさん、この映画見ていかない？ほう、パティシエを目指す女の子の物語か。面白そうだよね。ああ、いいね。それじゃこれを見ようか。それじゃチケットを。私が買ってこよう。子猫ちゃんにそんなことさせられないからね。昨日のランちゃんかっこよかったな。歌い出しもビシッて決まってたし。そう、いつも通りだと思うけど。っていうかただの練習なのにつぐみ大げさだよ。そんなことないよ。本当にかっこよかったんだから。私も早くランちゃんたちに追いつけるように頑張らなきゃ。そういえばミッシェルの好きな食べ物は何なのかしら。何か食べてるところを見たことがないわね。もしかして食べなくても生きていけるタイプなのかしら。気になってきたわ。明日は体育があるんだよね。私運動って苦手で。千里ちゃんは運動って得意？そうね。あれ？今の間はもしかして。それじゃあ私は用があるから。またね、あやちゃん。え、
千砂都ちゃん言っちゃった。もしかして運動苦手なのかな。本当にここの機材いいものが揃ってるよね。じいちゃんの趣味。今度何日か借りてもいい？別にいいけど。天国のおじいちゃま、大切にお借りします。生きてっから